岡本活動は、大阪府大阪市東淀川区出身の元プロ、野球選手、プロ野球コーチ。2005年から2006年までの登録名は、岡本務の柳川浦高校時代に、第62回選抜高等学校野球大会、第73回全国高等学校野球選手権大会に出場。卒業後は、 社会人野球の東芝に入団し1992年の第19回社会人野球日本選手権大会と1993年の第64回都市対抗野球大会で優勝。1996年のドラフト会議で福岡大英ホークスに5位指名され入団。ストレートを武器に新人の都市からリリーフとして活躍し、1997年には19、西部、 1998年には21セーブを記録、シーズン途中まで好調なチームを支えたが故障で、シーズン後半は離脱してしまった。チームが優勝した1999年と2000年は、疲労性右肩故障により活躍できなかったが、2001年からは、再びリリーフとして復活した。2003年は、中継ぎエースとして、チーム最多の54試合に登板。 二勝三敗、基本類打八本、防御率四点台ながらも、初めてチームの優勝に貢献。日本シリーズでも阪神打線を無失点に抑える、高等で日本一にも貢献した。2004年以降は、当板数が減り、2006年は一軍当板はなく、同年オフに自由契約となり、現役を引退した。2008年から四国、九州アイランドリーグの長崎セインツのコーチに、 就任したが、チームの成績が低迷したことから、同年前期終了後に6月末をもって解任された。2009年は、四国、九州アイランドリーグの香川オリーブガイナーズの投手コーチを務めた。2010年からは、ホークス時代に投手コーチだった、小花隆雄が監督を務める横浜ベースターズの一軍投手コーチを務め、2011年からは二軍、投手コーチ、 2014年からは二軍投手兼育成担当コーチを務め、同年10月3日に2015年度シーズンにおいて契約を結ばないことが発表された。12月12日に BC リーグ、シナノ・グランセローズの監督に就任することが発表された。しかし、監督1年目の2015年8月18日、成績不振の責任を取り、シナノの監督を辞任した。 監督代行は総合高知県人選手の高橋真治。翌年からは社会人野球に活動の場を移し、2016年からはカナフレックス公式野球部で、2019年からはホンダ鈴鹿公式野球部でコーチを務める。ありがとうございます。